第一高海両兵士団は第二次世界大戦時のドイツ空軍の精鋭パラシュート、高海部隊である。当時のドイツ国防軍の空挺兵の士団は、高海両兵士団という用語で呼ばれ、元々は第7航空士団として編成された部隊が1943年に第一高海両兵士団に改称された。1938年10月に、 敵軍の防御陣に対し垂直面からの作戦を実施することを意図したエリート落下山部隊となる第七航空師団の編成が決定され、その指揮官にはクルト・シュと出展ト少将が任命された。組織的には、航海両兵師団は陸軍の不評師団をなぞり三個航海両兵連隊、航兵連隊と師団輸送部隊から構成されることになっていたが、1941年まで、 兵力完備には至らなかった。それにもかかわらず師団の機関部隊は1940年のドイツ国防軍の作戦で目覚ましい役割を果たした。第二次世界大戦の開始時には師団は第一と第二降下両兵連隊で構成されていた。詳細はポーランド進行を参照第七航空師団はポーランド上空では落下参降下を行わなかったが、 作戦の終盤で、第二高架両兵連隊、第愛大隊がデングリン飛行場を占拠するために、航空機で強襲をかけ、第二大隊は、ドゥクラ峠近くの別の飛行場に降り立った。この任務の目的は、ポーランド軍の高級将校が捕虜になる前に、他国へ脱出しようとするのを防止することであった。第一高架両兵連隊、第二大隊は、ボラグオウフスカで、 ポーランド砲兵連隊との戦闘に巻き込まれ、この戦闘で、高加両兵発の戦死者を出した。オスロの飛行場での高加両兵詳細は、北欧進行を参照1940年4月に第一高加両兵連隊、大愛大隊は、デンマークとノルウェーの主要な飛行場を確保するために、使用された。これらの任務は成功し、確保された飛行場は、 ドイツ空軍によるノルウェーへの兵員輸送や、デンマーク領域外からの戦闘機の運用に、重要な役割を果たした。しかし、後に、中退規模で実施された、ドンバスの戦いでの落下参効果は、失敗に終わり、部隊は、5月14日に第一効果両兵連隊、第愛大隊は集結し、主要な港湾ダッシュの戦闘をしていた、ドイツ軍参学兵の援護のために、 ノルウェーのナルビクに降下した。ノルウェーでの作戦行動は6月10日に終了し、6月9日には、交戦は停止していた。エヴァン・ウェマール要塞ダッシュに参加した、降下量兵詳細は、ベルギーの戦いを、参照詳細は、オランダにおける戦いを、参照1940年5月のドイツ軍の、ベルギー、フランス、オランダへの進攻計画において、 第7航空師団は主要な橋梁とエヴァンウェイマール要塞を占拠し、新軍を助けるために起用された。ベルギーでの作戦のために突撃大隊が編成され、この大隊の4つの中隊が次の4箇所の目標に割り当てられた。このうち3つの任務は完璧に成功したが、シャクターの橋はベルギーの防衛部隊により破壊された。マーストリヒトの町を更新する高架両兵オランダへの 攻撃には、第7航空師団の大部分は、第22空輸不評師団と協力して参加した。航空教習の第一の目的は、オランダ王室の住居があるハーグの確保と、第二の目的は強固なオランダの防御部隊を、ドイツ軍の機械化された、前衛部隊が突破できるように重要な橋を確保する、ことであった。これらの橋は、トルトレヒとムールデークとニューウェマース川にかかっていた。 落下産効果による強襲も、増援部隊が着陸する予定のロッテルダム近郊、バールハーフェン飛行場を確保するために実施された。作戦開始当初の攻撃は成功したが、激しい戦闘の結果いくつかの部隊は、多数の戦勝者を出した。ハーグへの攻撃は失敗し、多数の効果両兵が捕虜となり、漁師団から出た捕虜のうち1200名が英国へ、搬送された。しかし、 オランダ軍の反撃にはあったが、すべての橋の確保は成功した。オランダ軍が、ドイツ地上部隊の前進を阻む必要があった時に、空挺部隊はこれらの戦力を引きつけていた。ロッテルダムが陥落した後間もなく、シュテデント将軍は、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラー所属兵士の5社で東部に重装を追った。シュテデント将軍が回復するまで一時的に、プッチール将軍が、 師団の指揮を取った。ロッテルダムが激しい爆撃を受けた後、5月14日にオランダは降伏した。フランスへの侵攻は、第7航空師団による作戦行動なしで行われた。7月22日の急戦の調印により、ドイツのフランス軍に対する勝利は完璧なものとなった。詳細は、アシカ作戦を三小夏の期間は英国への侵攻計画の準備に費やされた。 高下領兵は上陸序盤で重要な役割を果たす予定であり、ロムニーマーシュにあるリム飛行場確保の任務に割り当てられる予定であった。しかし、第7航空師団と第22ク輸不評師団は前回の作戦での損耗から回復途上であった。進行計画は10月12日に破棄され、師団は新規隊員の訓練時間を確保した。1941年の初めに、 国防軍最高司令部は、第七航空師団を要する大区市航空軍団の創設を決めた。この軍団の指揮官には、シュトゥデント将軍が、第七航空師団の新しい指揮官には、シュスマン将軍が就任した。ギリシャ、コリントスでの降下量兵詳細は、ギリシャの戦いを参照1941年4月6日に、 ドイツ軍はギリシャに進攻し迅速な進軍で4月26日にはティーバイ達した。どうや、第7航空師団、第2高下両兵連隊は、コリントス地境を分断する運河に架か,かる橋を確保する、目的でコリントスに降下した。当初の先見部隊による攻撃は成功したが、英軍の反撃に遭い、橋は爆破された。それにもかかわらず、地球に架か,かる共闘法を確保し、 ドイツ軍はペロポネソス半島の占領を実施した。詳細はクレタ島の戦いを参照クレタ島に降下する。メルクール作戦では第7航空師団がクレタ島の飛行場を確保し、その後に第5山岳師団の山岳両兵が援軍として空輸されることになっていた。5月20日に島に降下を開始した第7航空師団は以下の通り大愛大隊。 第三中隊、大隊本部とフランツ・ブラウン少佐式の空挺突撃連隊、本部要員の兵員すべてはグライダーで降下した。プレッセント・ブラウンの部隊は川床へ着陸し、トベリナイタス・ブリッジの確保と近くの対空砲の破壊、丸目飛行場の英空軍基地への足がかりを築くことに成功したが、両指揮官は戦死した。コッホとザラチンの部隊は1 7高地の南勾配に、 降下したが、そこは、第22ニュージーランド大隊の A 中隊と B 中隊の真上であった。両降下両兵部隊は多大な戦勝者を出し、ザラチンは戦死、ホッホは東部に負傷した。一方で、残りの兵員は、丘の中原に試算した。マレメに降下したその他の兵力はすべてユンガース152から降下した、空艇突撃連隊の以下の部隊である。 この大隊は無傷で、ラパニアナ周辺に降下し、少し西に降下したペーター・ミュルベ小意識の一個小隊が、カステリー近くの未完成の飛行場を確保した。その後、マインドルは107高地への南からの側面攻撃作戦を実施するために、第5中隊と第7中隊を送り込んだ。第3大隊は、マレメ飛行場の東地区。 海岸道路の南に位置するニュージーランド防衛陣の真上に降下してしまった。大体の兵員の戦勝率は高く、降下中や落下山体を外そうとしている間、兵器収納コンテナを探している間に多数の降下両兵が戦死した。それにもかかわらず生存者の小グループは攻撃行動に移り、敵陣に対しヒットラン攻撃を仕掛け、また、 敵の散発的な反撃から自陣を守った。第砲大隊は、第2大隊と共に整然と、トベリナイタス川の西に降着した。第16中隊のみが、側面防御のためにプレマー近くの主力部隊の南側に降りた。クレタ島、高架両兵の墓標クレタ島へ接近中に、シュスマン将軍が戦死し、シュトゥルム将軍が指揮を引き継いだ。 島の連合国軍部隊は頑強な抵抗を見せ、第7航空師団は22000名中6700名以上の死傷者という甚大な損害を出した。しかし、追加の援軍の投入により5月29日に連合国軍は島から退却せざるを得なかった。ロシアでの降下領兵詳細はバルバロッサ作戦を参照1941年8月に第7。 航空師団はドイツに帰還した。ソビエト連邦への侵攻は進行中だったが、最初の夏の期間に師団は何の役割も果たさなかった。クレタ島での降下で被った損耗は新たに訓練された要因で補充され、1941年9月に師団は戦力を回復した。9月24日に師団はロシアのレニングラード戦線への移動命令を受けた。 過去の作戦行動と同様に精鋭の第7航空師団は赤軍の攻撃に対して揺らぎ始めたドイツ軍防衛陣の至るところへ戦線補強のために中隊や大隊戦力単位で投入された。これらの活動から高下両兵たちは相当の消防士と呼ばれるようになった。9月29日から第7航空師団の第愛連隊と第3連隊は ネバ川沿いの都市粒の防衛に参加した。戦闘は冬まで続き、部隊はツバゼリアで多大な損害を被った。最終的には、師団は12月半ばで交代し、ドイツへ帰還した。一方で、第二連隊は11月に、赤軍の陶器攻撃に対する防衛のために、南部地区に配備された。連隊は、冬の間を通して前線に止まったが、 敵の攻撃によるものよりも、国間の環境での消耗の方が大きかった。1942年3月に、第二連隊は、激しく続く赤軍の攻撃からの防衛のために、レニングラード南東のウォルコフ戦線へ送られた。1942年6月に、第二連隊がドイツに帰還すると、連隊は、第7航空師団から分離され新しく編成される。 第2高架両兵士団の中核部隊となった。第7航空士団はフランスのノルマンディで戦力回復中であり、転出した第2連隊の代わりに第4連隊を編成した。その後、同じ年に士団をロシアでのドイツ軍の夏の攻勢に使用する案が立てられたが、計画は破棄され第7航空士団は10月にスモレンスク近郊のルジェフ地区に配備された。 冬の期間の大部分は紹介と前線での限定的な攻撃のみが実施された。レニングラード攻防戦は進行中で、ソビエト連邦は前線の南部地域に焦点を当てていた。1943年3月に赤軍が第7航空師団の前面に突撃してきた時にこの状況が変わったが、この攻撃は赤軍にてひどい損害を与え、撃退された。 5月に第7航空師団がドイツに帰還すると第1航海量兵士団が編成中で、その後フランスのアビニョンへ移動して、再装備と編成を完了した。7月10日に連合国軍がシチリアへの上陸を開始すると、師団の短い休暇は終了した。詳細は、ハスキー作戦を参照第1航海量兵士団の大部分は、シチリア島の防衛戦に参加するために7月12日から、 カターニア飛行場に集結し始めた。英軍が電光石火攻撃を仕掛けようとしていたほんの数時間前にパラシュート効果で配置についていた師団の先見部隊である第三効果両兵連隊はプリモソオレ橋で交戦状態に入った。師団の残りの兵力はその後まもなくして島に配備され、そこかしこで防御陣を放棄し始めるまで、 これまでとこれ以後同様に消防隊として防衛人の強化に使用された。撤退の決断が下されると第一、高加量兵士団は撤退行動中の後衛部隊としての役割を務めた。士団は8月17日に島を離れた最後の部隊となった。詳細はイタリア戦線を参照モンテカッシーノでの高加量兵残りの戦争機関第一高加量兵士団は イタリア戦線で戦った。師団は、サレルノからターラントまでの上陸の可能性がある地区へ、徐々に配備され、それとは別に連合国軍の進行に応じて、イタリアのアドリア海沿岸からの撤退作戦も実施した。冬までに、師団は、進行してくる、モントゴメリー将軍指揮下の A 第8軍に、対抗するためローマの南のグスタフライン防衛のために集結した。 1944年1月に、米大砲軍は、ローマの南5 0トルの地点で、アンツヨへの上陸を開始した。連合国軍にとっては、不運なことに上陸は、早々に行き詰まり進行は停止した。上陸を援護するためには南部にいる、連合国軍部隊が、グスタフラインのドイツ軍防衛陣を突破しなければ、ならなかった。1944年2月に第一 高架両兵士団は戦線から引き抜かれモンテカッシーノの防衛に回された。この主要な拠点はローマへと続く道の途上にあり、連合国軍が前進しようとすれば、ここを奪取しなければならなかった。3月15日に実施された連合国軍によるモンテカッシーノ修道院に対する銃弾爆撃をもってしても士団は退避させられることなく強固な防衛拠点を構築していた。 ついに戦闘は3月22日に開始された。世界中でドイツ高下両兵以外にはあのような試練に耐え抜き、その後であのように有望果敢な戦いを行う兵士はいないであろう。アレクサンダー・ーリーク軍元帥。戦闘により師団は第1高下両兵連隊、第3大隊を含む多大な損害を被った。しかし、連合国軍が5月11日まで攻撃を、 再開しなかったため師団は、損耗を回復する時間が取れた。モンテ・カッシーノでの高下両兵4回目のカッシーノの戦闘が再開されると、ドイツ軍の防衛陣は5月17日に優勢な、モロッコ山岳コマンド部隊が海岸戦争に側面を攻撃するまで持ちこたえた。これにより、カッシーノでの戦いは、無益なものとなり、第一高下両兵師団は、 ドイツ軍のローマの機体の一斉退却に合流した。5月18日に第3カルパートイライフル師団のポーランド部隊の第12ポドルスキキ兵隊は修道院を確保し、そこには負傷兵の身が残されているのを知った。高下両兵たちは連合国軍部隊がボローニャの南に位置するアペニン山脈にある防衛線に到達するのを遅延させる戦闘を行った。その頃には、 第一高架領兵士団は第四高架領兵士団と共に第一、高架領兵軍の一部を構成していた。イタリア戦線は、当器の間は散発的に行われる紹介と教習のみで、こ着状態を保っていた。1945年1月に第一、高架領兵軍団は、セニオ川背後のアドリア海沿岸に配備された。連合国軍の進が月日に再開され、 第一高科両兵士団は A 第8軍により、ポー側の方へ徐々に交代させられた。4月25日に士団は都下を完了し、即座にアルプス山脈での最終決戦に向けて準備を開始した。最終的にイタリアのドイツ軍は1945年5月2日に降伏し、その中に第一高科両兵士団の兵員も含まれていた。 ドイツの無条件降伏は、その一週間後のことであった。1939年9月、1941年5月、1943年4月。ありがとうございます。